ミマイナス8ロシア航空のミマイナス 8PS マイナス7ミマイナス8はソビエト連邦のミル設計局で開発されたヘリコプターである。北大西洋条約機構の使用した NATO コードネームではヒップと呼ばれた。1961年にミマイナス4を改造した原型機が初飛行した。単純で頑丈な構造と汎用性の高さが特徴で軍用。 民間含めて1万2000機以上が生産されている。ロシア国内のメーカーで、未マイナス38やかマイナス60などといった、後継機が開発された現在も製造、販売が行われており、旧東側諸国、アフリカ諸国だけでなくドイツの警察、アメリカの航空会社でも使用され、コミューター機としての使用や個人、企業の所有機も存在する。 軍用型は特に旧共産圏やアフリカ諸国に輸出され、第一戦機として使用されている。日本では、朝飛行用が特注の改装仕様であるミ 8?PA を1機を購入、重量物の空輸や木材搬出のために使用したが、設計基準の違いで、旅客輸送は認可されていなかった。この機体は10年間の飛行中、機材上の不具合がほとんどなく、 この間の整備費は1時間あたりに換算して500円という安さで機外の騒音に対する苦情も少なかった。この機体は引退後、所沢航空発祥記念館に寄贈されている2020年10月2日、ロシアのミマイナス8が知床岬、オッケを領空侵犯した。航空自衛隊の戦闘機がスクランブルし、機体には医療、保険機関を示す。 赤色の十字が施されていた。ミマイナス 8T ミマイナス 8T を後方より扉に、座席が見えるミマイナス 8T 後方扉座席の、アップ座席やや右上に見えるハッチにはドイツ語で、非常出口と表示されているミマイナス 8MSB、V ポーランド軍のミマイナス 8S ネパール、陸軍航空隊のミマイナス17ナリアン、丸連合航空のミマイナス 8MTV マイナス1、 ミルミマイナス 8AB、ロシアヘリが、領空侵犯北海道、知床岬沖、防衛省、時コム、o m 時ットコム、2020年10月3日閲覧、ありがとうございます。